Hello, beautiful souls. How are you doing? And thank you so much for watching or listening to the Deep Within Podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのエピソードを見ていただき、または聞いていただき、どうもありがとうございます。今日のエピソードは、なぜ今、ビジネスの世界で信頼疲れが広がっているかということについてお話しします。Okay?もしかして皆さんこんなこと一度感じたことありませんか？まあ、感じるとか経験したことありますか？このコーチ本当に私を助けてくれるのかな？とか、そういうふうな疑問を持ったり、期待に満たさない結果、例えば何かに投資したんだけれども、期待なんか売ってるそのマーケティングのところで、あ、すごいいいなと思って、何かのこう、プログラムだったりだとか、コミュニティに入ったんだけれども、期待に満たさない結果ですごくがっかりしたり、まあ、せっかく投資したプログラムがもう本当に無駄だったって感じたことありますか？ Yes. 私も本当にあります。一回だけじゃなくて何度も何度もあります。例えば、ものすごい大きな金額を払ったのに、学んだことって結局私がもうすでに知ってることだった。でもマーケティングでは、なんか私の知らないことというか、今知ってること以上の何かをこう教えてくれるっていうふうに思わせるようなマーケティングだったので、それをね、その金額を払って入ったところすごくがっかりして、はっきり言うと私ちょっと無駄だったなと思うんですよね。だからあのレッスンはまあ本当に60万円以上払った高いレッスンでした。で、それとね、今度は逆に、例えばね、私ビジネスを、まあコーチングビジネスを始めた時に、まだあの時は副業っていう形でやってたんだけども、その時にね、NLP の認定資格がね、取れる、コース、オンラインコースがあったんですよ。Udemy だったかな、なんか違うか、何かで、まあ Facebook のこう、アドバタイズメントみたいなので、ポーンって飛んできたんですね。なぜかというと、私は NLP のことについてすごくサーチしてて、で、私も当時ね、なんかもっとちゃんとお客様をこう、お迎えするには、自分のね、会社の経験だけじゃ全然足りないのかなとか、ちゃんとした NLP 認定資格とかないとダメなのかなとか、すごく感じて、それで NLP をね、サーチしてたら、もちろんアルゴリズムでそういうなんかポンって出てくるんですね、Facebook の。いや、it's a Facebook ad。Right? でね、そこに払ったお金、皆さん想像できます？真逆の話で、今度私8ドルだったんです。8ドルで本当に資格取れるのと思って、こう全部ウェブサイト見たら、しっかりとこう認定されてるところで、8ドルで取れちゃうんだと思って、甘い言葉に乗ったんですよね。でコメント欄とかも読んだら、やっぱりその8ドルだけども、こうやった人はちゃんと認定が取れたよっていうふうに書いてあったから、 OK と思って、騙されない、OK、大丈夫だと思って買ったんですね。もうなんかそのコースのタイトルとかも全然覚えてないんだけども、結局どうだったかっていうと、8ドル払ったんだけれども、結局多分1レッスンか2レッスンかなんかやって、で、最後まで完了することはなかったんですよ。だから、この経験からは何を学んだかっていうと、ただ単に安いコースを提供しても、これはね、実際にそのプロミスされている、約束されている大きな結果にはつながらないっていうことも分かったんです。だから要するに、私8ドルしか払わなかったからこそ、8ドルレベルのコミットメントしかなかったんです。わかります？だからこの値段の付け方っていうのもすごく大切なんですけども、要するに、だから本当に大きい投資をして、ちっちゃい投資をしても、いろんな投資をした中で、結局なんか本当にすごく良かったなと思うものっていうのは、結局今の私の今のコーチなんですよ。だけなんですね。だから本当にもう他の人も目移りなんてしないって思って。まあ要するに、やっぱだからそういう信頼っていうところがね、どん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 薄まっていったんですよね。そういうオンライン上ではなんかバーンとこういうことを言ったり、こういうものを見せたりして、で、そういうものに対して、あ、私もこういうものを学びたいなとか、あ、こういう風になったらいいなっていう希望があるし、で、コーチもコーチでそういうのが可能になった、その良い方法を教えますみたいなことを言ってるからこそ、私もついついそれに、そのなんていうのかな、マーケティングの言葉に連れられて、それでね、投資をするっていう、で、すごくがっかりする。だからね、今日はその多くの方がこう身をもって体験してると思う、これは多分私だけじゃないと思うんですよ。その信頼への欠如について、深くね、掘り下げていきたいなっていうふうに思います。で、オンラインビジネスの世界でね、よくこう自分らしさそのままありのままあなたのマイビジネスみたいな単なるバズワードっていうのもね、すごく出てると思うんだけれども、まあそんな中でね、本当に手軽な解決策みたいな感じで、それがもう本当にどん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 広がってて、それが、なんていうのかな、まあ、こう、ソリューション、解決案として、こう、売られている、今。で、
そんな中で多分ね、こう、まあ私の特にポッドキャストを聞いてる人は起業家の方たちだと思うんですね。だから多くの起業家の方がもう失望してると思うんですよ。燃え尽きてる人もたくさんいると思う。私のビジネスのお友達で、まあ昔はシスターズだった、今でも本当に仲良くしているサギーちゃんっていう方がいるんだけども、彼女ともしょっちゅうお話しするのが、もう本当にみんなセルフラブ疲れしてるよねっていう話をしたりするんだけど、本当にもう疲れてる人の方がほとんどだと思うんですよ。あの当時は本当にもうセルフラブセルフラブセルフラブみたいな感じで、セルフラブしなきゃみたいな なんかもうチェックするセルフラブってするものじゃなくて、なんかチェックのような、なんかダンやりましたみたいな、そんな感じになっちゃったけど、ノー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 、right? なんかそれも本当に、なんていうのかな、手軽な解決案みたいなのに乗っかっちゃってる人たちなんですね。で、じゃあなんでこの状況が生まれているのか。Okay? で、それをじゃあどういうふうに乗り越えて、お客様、これからのお客様と信頼を取り戻すことができるかっていうことを今日はね、お話ししたいと思います。Are you ready? で、ヒントは、Authentic Personal Brand and True Mentorship。Okay? そこが鍵になってきます。で、まあ、信頼がそういうふうに、もう欠如も、もうなくなってしまう。まあ、英語では trust deficit って言うんだけれども、信頼の欠如が生まれる根本的な原因について、ちょっと上げていきますね。いくつか。まず一つ目、表面的なコーチングと戦略ですよね。やっぱこう、最近ビジネスの世界では、もう本当にもう朝っぺらいというか、もう本当に、なんていうのかな、もう型にはまった戦略っていうのがものすごく溢れていて、Like, why? で、これ、そういうのって、もしかしたらそういう戦略、そういう、なんていうのかな、型にはめた戦略っていうのは、即効性とかもあるのかなって思ったりしますよね。そのマーケターの人がすごく即効性を約束してくれてるし、で、なんていうのかな、皆さんのね、その一人一人の独自性、独自の魅力とか、本当のつながりを全く無視した、その成功のための方法っていうのをね、こう語ってる人がたくさんいると思うんですよ。でもこれを本当に電子レンジでチンした、こう、インスタントグラティフィケーションも本当にマイクロウェーブでレンチンした成功っていうふうになってしまって、そういう短期的なその手法が、まあビジネスのその真の成長にはこう全くつながらないんですよね。で、もうそこに気づいてる人もたくさんたくさんたくさんいると思うんですよ。もう普通だから私みたいにそういう投資して、あれみたいな、あれ結果まあ出たけども、でもいや、これ違うでしょうとか、いや、これ絶対出たらきついとかね、絶対もう、気づいてる人もたくさんいると思うんですね。で、だから要するになんか、テンプレート化された、もう型にはめたテンプレート化された解決方法っていうところに、そういうのも本当にもう幻、これをコピペすれば成功するみたいな、そういうような、特に、なんていうかな。テンプレートみたいなね、コピペみたいな、ものすごいそういうのも今でも宣伝上がってくるんですよ、私のところにも。いまだにこんなこと言ってる人いるのってがっかりするぐらいなんですけども。で、特にね、本当に私のこのポッドキャストを聞いてくれてる人っていうのは、本当に価値を提供したい。っていうふうに考えている起業家さんだと思うんですね。だから、そういう方たちには、そういうテンプレートとか、その型にはめた、その一律の、これをするためにはこうみたいな、そういう解決案でこう埋め尽くされてる、このマーケットって、多分もう本当にもう迷子になってる状態だと思うんですが、思うんですよね。もうこれしかないの？成功するにはこれやらなきゃいけないの？っていうふうに思ってる人たくさんいると思います。でも、本当に真の、なんていうのかな、その意味のあるこう影響をこう与えたいって本当に思ってる人たちはね、もうこういう空っぽなアプローチは欲しくないんですよ。だから、まあ私は今これはビジネスコーチっていうところからの目線で話してるんですけど、皆さんは、その皆さんのそれぞれの専門知識っていうのがあるから、そこからちょっと聞いててほしいんですね。で、もう本当に、もうこういうアプローチはもう本当に空っぽだよね。中身が全然スカスカだよね。だから本当に自分の目的の部分からすごく不調和してるよねって思ってる人がものすごくたくさんいるんですよね。だからまたやっぱこう別の何か、素敵だなと思ったコーチが皆さんの目の前に現れたとしても、でも本当にこれ大丈夫かなっていう ものすごい疑問がある。で、特にまあヒューマンデザインっていうところのレンズで見たら、LINE のね、1を持ってる人っていうと、遠くにここものすごく常にこうなんか疑っている。私もそうなんですよね。LINE の1を持ってるから、常に疑っている状態です。OK。で、2つ目、そのオンラインビジネスで信頼が失われている理由のその2つ目。っていうのが、まあ、見せかけのブランドですよね。と、実質のギャップっていうところ。で、私たちはこう、みんな見たことがあると思うんですよ。その外形はもう、キラキラキラってもう洗練されている状態。
で、もう本当にあたかも成功してるように見えるコーチとかマーケター。でも実際には価値を全然提供してなかったりだとか、またはこうどこかで学んだことをそのままなんか教えているような状態で、まあ、特に私の場合は、その一人一人のユニークなデザインっていうものがある。ヒューマンデザインとかね、人機っていうレンズので話すと、それ一人一人本当にエネルギータイプも違うし、一人一人が持っている私たちのブランドタイプっていうのも違うから、なんかそれをそのままこう型にはめてボンって教えられても、いや、違うでしょうっていうのは、もう私は本当にもうわかるんですよね。でも本当にそういうのをわかっていないで、そのままそれを教えるだけっていう、そういう場面をね、もう本当にたくさん見ます。で、今の時代は、やっぱね、多くのクライアントさんが本当の本物のつながりを求めているんですよね。だから、そういう表面的なメッセージはもう本当に違和感があるっていうので、お客さんはね、そういうふうに感じています。だから私は今、これもね、ビジネスっていうところで言ってるけれども、皆さんもそういう表面的なメッセージをしていたら、まあ、英語ではよくフラッフィーっていうふうにふわふわしたメッセージ。で、だから私のシスターズたちにも実際にコーチングしているときに、やっぱね、すごくふわふわしてる。この前のグループコールでもそうなんだけども、一人の子をこうグループコーチングで、まあ、スポットライトでコーチングさせていただいて、彼女がやりたいことで、じゃあそれができてどうなのっていうところで、もう何回も何回も何回もこう聞き直して聞き直して、いや、まだそこふわふわしてる、まだそこふわふわしてる。Okay、だからそれは表面的にならないようにしっかりと、まあ、本質の部分からなんでそれをやるか、でそれをやった結果どういう、こう成果が生まれるか、お客様の持っている問題で皆さんが持っている解決案っていうところがあって、でその理想のなんだそれを解決したところでその得られる理想っていうのがあって、それがそのみんなが本当に幸せで愛で包まれるようなライフになりますが、それはもうふわふわしちゃってるから、それはその人の言ったエグザンプじゃないけれども、なんかそこじゃないんですよ。で、だからもうそういうメッセージは、ああ素敵って思うかもしれないけど、実際にじゃあそこでお客様になるかっていう決断のメッセージには全然刺さらないです。Okay? だから、まあ、本当に理解してくれるリーダーへのニーズっていうのが求められてる。だからこそ私はヒューマンデザインだとかジンキーズを使っているし、私のシスターズたちも本当にそのパワーっていうのをすごく分かってるからこそ、それを今度はそのシスターズのお客様にもこう取り入れるっていうこともね、してる人もたくさんいます。で、価値観を大切にするクライアントさんは特にこう、まあビジネスのね、業界で、まあ、見せかけのね、セールストークだったりとか、本当にビジネスの浮き沈みっていうのを理解していない人たち、が、なんていうのかな、やっぱりその、うまく、take that back。例えばね、ビジネス業界でも、そのビジネス講師さんたちって、大きいカンパニーみたいな、企業塾みたいな人たちって、ビジネスオーナーがいて、そこにアシスタントコーチさんたちがいるわけなんですね。アシスタントコーチさんたちって実際にその人のセールスを売っているわけ、その人の商品を売っているわけじゃないんですよね。わかります？そこで雇われてる人たち。だからこそ、私たちの思うそのセールスに対しての気持ちと、その人たちが、の目線というか、その感じることって全然違うんですよね。だから、やっぱりそこでコネクトできない、共感できない人たちたくさんいると思う。なんでできないんですか？これも私の実際のね、シスター、お客様もこう大きな企業塾に入っていて、で、いつもそのコーチングでもう本当に、なんでこれができないんですか？なんでなんですか？なんでなんですか？ってすごいもう責められた感じで、もうコーチングに行きたくないっていうふうに彼女もね、ずっと思っていたんです。で、やっぱりそういうそのコーチさんとして雇われてる人っていうのは、その雇われだから自分の仕事をする。だからなんでできないのか。で、できないんだったらじゃあこうしましょうねって。もちろん彼女たちは彼女たちの仕事をしているんだけれども、やっぱり私たちビジネスオーナーのその本当に持ってるその気持ち。だって自分の温めてるものをお客様に頑張って売ろうとして、それで売れないのって本当に辛いじゃないですか。だからその気持ちとは全然違う。こう、だから感覚も全くないんですよ。本当に理解してくれてないんですよ、そこは。そう、だからクライアントの本質的な成長をもう優先して、単なる売上以上のものをね、追求するリーダーが本当に求められています、ここ。で、最後のね、3つ目のポイントっていうのが、まあ、ちょっと私が今、言ったところにかかってくるんですけども、本物のこのハートセンター、ハート中心のメンターシップへのシフトっていうのはこう方向転換に、そう変えていってほしいなっていうふうに思うんですけども、やっぱクライアントさんが本当に求めているものは何か。で、これはもう多くの人がもう気づき始めてるんですよ。ビジネスはただ単の数字とか、その戦略ではなくて、人とつながること。でもそれも分かってる。
が自分の道のりに深く共感して、やっぱその、なんていうのかな、切実な、なんていうのかな、その、まあ、切実というか、リアルな、こう、体験とかっていうのからの学び。で、そこから学んだものを実践している。まあ、これがだからエンボリメント、体現っていうんだけども、そういうのをもう本当にその皆さん一人一人の専門分野で活躍している、その、それを体現している、体現できているメンターを求めています。Okay? で、実際にね、私の、なんか無料の相談コールとかでね、数名の方がね、私の、まあ、結局お客様にはつながらなかった方々なんですけども、実際に売っているものっていうのと、その人たちが、その、だから、インスタグラム上で話しているものと、その人の、リアルなそのライフっていうのには、かなりのギャップがあって、で、もう私、こういうのはやりたくないんです。なんか本当に、ただ単にこう、教えてもらったものをそのままなんか教えてるから、自分っていうオリジナリティが全くないんです。で、相談に来て、でも、私のメンターシップっていうところにはお金は払いたくない。だから無料のものを求めてきてる。で、まあ今でもその人たちビジネスやってるかどうかはやっぱわからないんですけども、わざわざこうやってフォローして続いてるかななんて私はそこで見ないけれども、でも実際にその人たちはそういう自分もだからそのサービスを提供してる側でも本当に違和感を感じてるわけなんですよね。で、結局だから数字っていうところにこう変なところに執着をしてしまって、結局そのエンバリーした状態でそのサービスっていうのが提供できない人たちっていうのも実際にいて、これって本当にそのプロフェッショナル性っていうのがもう本当に欠けているんですよね。だからなんかもったいないなと、本当は何か別のものですごくパッションに思ってることがあるんだけども、それはできなくって、なんか教えられたものしかこう売ることはできないっていうふうに多分思ってる方たちなのかなって、まあ思うんですけれども、でもね、I hope these people、 その彼女たち、今でも本当にその大切にしている日はね、消えないで、進めていってほしいなって本当に思います。そう、だからね、その数字とかじゃなくて、クライアントの方、これからの皆さんのところに来るクライアントさんたちっていうのは、ただの数字じゃなくて価値観を感じたいんですよ。理解されたいんです。Okay? だから、そのね、昔はね、これいつ頃になるのかな？ナポレオンヒルズとか皆さん聞いたことあります？本。80何年とかに書かれたのかな、わかんないけども、あの時代の時から、その働き方っていうか、なんかもう意識の向け方っていうのがどん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 変わってきてるんですね。なぜかというと、そういう、ナポレオンヒルさんみたいにそういう、なんていうかな、こう、パーソナルデベロップメント、自己啓発みたいな本とかが売れ始めて、そうすると、マインドとかですごくこう自分の成果をコントロールことができるんだみたいな、そういうのを、分かってきて、で、そうすると何が起こったかっていうと、そこでね、今度はその成果が出せることが分かったからこそ、その数字で見えるものでこう全てをこう、なんていうのかな、こう測るような時代だったんですね。で、今私たちのいる時代っていうのは、そこからその時代から今抜け出そうとしてるんですよ。私もね、実際に会社で働いてる時に、まあ私は、1982年生まれで、82年っていうのは、ミレニア、まあその、情報、持ってくる情報、引っ張ってくる情報によってちょっと変わるかもしれないんだけども、大体82年ぐらいっていうのは、このミレニアル世代っていうところの先頭なんですね。だからジェネリアルっていうふうに、このジェネレーション、一個前のジェネレーションとミレニアルを重ねて、ジェネリアルっていうふうに呼ばれてるちっちゃいポケットでもある人たち。だからちょうど私たちが、中学校ぐらいかな。やっぱそのマッケンタッシュ、コンピューターとかが生まれてきてるから、そこでそういうことに、こう、コンピューターっていうところにずっとキャッチアップしてできてるミレニアルと、全くそこからもう離れちゃってるミレニアルでは、やっぱこう、なんていうのかな。成長の仕方が違うんですけども、私、こういうのもすごい実は本当に詳しいんですよ。会社でこういうことを学んだから。でね、何が起こったかっていうと、そのミレニアル世代、そしてもう本当に今ミレニアルじゃなくて、そのもう次ですよね。次のジェネレーションっていうのが、あるわけで、それがジェン Z ですよね。ジェン Z。で、ジェンアルファっていうのがあって、でね、その一つ一つの世代、だから私の一個前の世代っていうのは、やっぱり物事はもう本当すべて数字。でも、ミレニアルっていうのは求めてるものが変わってくるんですよ。
だから私もすごいインタビューとかしてすごく気づいたんですよね、その自分のなんだチームの人材っていうのでインタビューをねするのにすごい気づいたんだけど、やっぱりねかそのミレニアルの人ってパーパス、自分の仕事をするなら意味合いのあるもの、だからオーバータイム働きたくない、ウィーケンドも働きたくない、その自分の与えられた時間で意味合いのある健康的な働き方をしたいという人がすごく多い、okay?うん、でもそれでも、でもお給料早く上がりたいみたいな、そういう人たちをね、私はずっと、相手にチームをね、組んで、まあ、コーチングとかしてきたんだけども。だからね、その、私たちが今シフトしているものっていうのは、その数字っていうものから、ウェルネスとか、ウェルビーイングっていうのがすごく大切で、それを求めている人なんですね。だから、私たち、そしてその次だからミレニアル、だから本当に1990年とか、まあ、80年、私と同じくらいの世代の人って、だからここ本当に変わってるんですよ、シフトが。何を求めてるか。なんか私もはっきり言って数字とかそれよりも、やっぱりウェルビーイングなんですよね。だってうまくいってても、自分のライフのところがうまくいってなかったら全然意味がないし、うまくいっててもそのやり方が自分に合ってたら全然意味がないし、うまくいっててお金が入ってても、それがそのお客様 の意味合いのあるものかって、そこにたどり着かなかったら全然意味がない。だから私はどちらかというと、そういう新たな時代の流れっていう、そのウェルビーンっていうのを求めている方の人です。だからね、これは多分私の世代の人だったらこう、入り混じってるかもしれない。でもその、だからシフトしているわけなんですよね。で、やっぱり、そのね、そのシフトの間っていうところで、数字でね、見せれるものは本当に簡単なんですよ。証拠として証明できるものを、数字で見せれるものは。でも、ウェルネスとかウェルビーンっていうのは、これはね、数字で表すこともできないし、これって、証明するのは本当に難しい。なぜかというと、一人一人のそのウェルビーイングのその受け取り方、感じ方っていうのが全部違うんですよ。だからこれをね、こう見せるのって難しいんです。で、だから、で、今のこの時代はもう本当に人々が求めているのはウェルビーイングなんですよ。特に、ニューアルジェネレーションっていうのは本当にウェルビーイングなんですね。だから、その中で、まだ本当に古臭いビジネスの戦略っていうところで数字を出していく、Right? 戦略、数字が出る戦略っていうのをやってると、ウェルビーイングでどうそれを見せるの？難しいんですよね。うん。だからこそやっぱその真のメンターシップっていう、それをね、生み出す変化が必要であって、この真のメンターシップっていうのはその戦略とか数字とかそういう以上のものであって、本当にクライアントさんがどの段階にいても、しっかりと見守って支えるスペースを本当にクリエイトすることができる人でもあるし、どんなにこう困難、本当に難しい、もう困難も従う時も本当にあるけれども、そこでもしっかりと意図を持ってこう取り込む、一緒に取り込んで、それで充実感を与えること、伝えることができる、そういうね、やっぱリーダーっていうのが求められているし、クライアントさんもやっぱその利益よりも長期的な関係を大切にしたいっていうふうに思ってるし、持続的な成長を支える姿勢を持ったメンターシップ、を求めている人たちがほとんどなんですよ。真に価値のある存在、真に価値のある存在となるっていうのは本当にそこなんですよね。だから、そういう長期的な成長を支えるメンターシップこそが本当に価値のある存在である。でも、やっぱそのビジネスマーケットっていうのはちょっと違う。まだやっぱりその古い昔のものでこう押されているわけだから、多分私たちもものすごい混乱してると思うんですよ。わかります？ OK？ だから結論からね、言うと、あなたのその真の姿っていう、本当にそれがね、信頼を再構築するし、持続的なその成長にも、を導くことができるんです。だから、その、オンラインでね、このオンラインビジネスワールドで、信頼をね、解決するには、回復させるには、外見よりも、やっぱその本質を、しっかりと重視して、短期的な成果よりも長期的な成長に趣をしっかりと置いて、意味のあるつながりを求めるリーダーとなってほしいんですね。で、その真の成功っていうのは、その自分の本当の姿で、まあ、姿勢でビジネスをする。Okay?Authentic personal brand. で、その価値に共鳴するクライアントさんを、それをやることで、だから、Authentic personal branding があるからこそ、その価値に共鳴するクライアントさんを自然に引きつけることができる。Okay? だから、もしも、今ね、本当に、
今実際に皆さんがこの信頼っていうところにすごい欠けてるなっていうふうにもう感じていたらいいんですよ。どんなタイミングでも、あ、この人素敵だな、学びたいなって思っても、でも本当にこれお金出して本当に成果が出るのかなって思っているっていうことは、きっと皆さんのそのオーディエンスの方も同じように思ってると思います。だからやっぱりなんていうのかな、その型にはまったようなマーケティングばっかりするのではなくて、違った形でのそのメンターシップとかのね、必要性っていうのが、そこに必要性があるからこそ、なんていうのかな、その自分自身ですよね。皆さん、自分自身の本物の姿勢っていうのを大切にしていってほしいし、そこから本当の、もうなんていうのかな、マジックが生まれます。だからね、あなたの声、あなたの価値観、そしてあなた、もう本当のあなたそのもの、存在感こそが、もう本当にクライアントさんが求めているものであります。Okay? だからね、この私たちは今シフトしているこの間にいるからこそ、でもどっちでやったらいいの？なんか成功してる人はこういうふうにやらなきゃいけないんじゃないの？っていうふうに思ってるかもしれないけど、でもそれをやっていると、いつまで経ってもこのビジネスワールドでの信頼のその、なんていうのかな、信頼っていうつながりですね、それがどんどんなくなっていってしまいます。だからこそ、come back to your humanness、 人間性っていうところにね、戻ることがすごく大切なんだよっていうことを、今日はお話ししました。もしもこの話を聞いて、自分の中で私もものすごいこの話に共感できるっていうふうに思った方、11月の18日から、More Clients, More Authenticity というね、マスタークラスを5日間、5つのレッスン5日間ですね、を行います。で、これが本当にまさに私が今言ったようなお話。で、じゃあ、その信頼っていうのを縮めていくために、どのようにして、オーセンティックなパーソナルブランドを築いていくかとか、どのような、その持続可能なマーケティングっていうのはどういうことなのかとか、セールスっていうところでも、もう本当にまだまだ大きな間違いをこう起こしている人たちがたくさんいるから、セールスを逃さないために、どういうふうにその間違いっていうところから、こう、間違いっていうところから、自信を持ってセールスができるっていうところにもこうつなげていってほしいですし、あとはやっぱり私たちってその一人一人専門性っていうものを持ってると思うんですね。うん、で、その中で、じゃあその自分で自信をね、しっかりと持ってどっしりと構えた状態で皆さんの専門性をね、こう外に出していってもらうために、ちょっとでも少しなんかお客様が来なかったりだとか、自分のこと気づいてもらえないなっていうふうに思ってる人がいたらね、そこでやっぱり自分のその専門性を疑ってしまいがちなんですけれども、そこじゃないんですよね。やっぱりマーケティングの方法だったり、メッセージ性だったり、ブランディングっていうところっていうもの、あとはまあ、理想のお客様がどれだけクリアかっていうね、本当にそこだったりするんですけれども、なんかそういうところをね、もう本当に見直していくためにも、ぜひね、皆さんここで、私のマスタークラスに参加してほしいなっていうふうに思います。登録のリンクは全て無料です。で、録画もあります。で、登録のリンクは私のショーノート、またはインスタグラム、エミコ・ラスムスン、そこの、プロファイル、またはニュースレターではもうすでに何回も皆さんに送っているので、ぜひ、サインアップしてください。ということで、Thank you so much for joining, and I will see you next time. Bye!